アンドリュー・ダガンはアメリカ合衆国の映画及びテレビの性格俳優。インディアナ集中南部のジョンソン軍、フランクリンで生まれる。第二次世界大戦中、中国ビルマインディアシアターで俳優のメルヴィン・ダグラス率いるアメリカ陸軍第40特別娯楽部隊に勤務した。ダグラスとの邂逅は後にルシル・ボールと共演した舞台、ドリームガールへの出演へとつながる。戦後、 期間輸送戦場で、ブロードウェイの舞台監督ダニエルマンと友情を深め、バラの姿勢、ジェントリー・ドーズ・イット、アニバーサリー・ワルツ、フラジャイル・フォックス、ザ・サード・ベスト・スポーツで、ブロードウェイの舞台を踏んだ。1957年、テレビ西部劇、シャイアンの、ラント・ビヨンド・ザ・ローというエピソードで、エルウッド・少佐として出演、NBC のワード・ボンド主演のテレビ西部劇、 滅ば社体の最初のエピソードで悪役を演じた。同年、ウェイド・プレストンが主役である西部開拓時代の重機セールスマンにして潜入捜査官のクリストファー・コルトを演じる ABC、ワーナー・ブラザースのテレビ西部劇、コルト45の最初のエピソードに、ピーター・ブラウン、ボブ・スティールと共にゲスト出演した。第1話、ザ・ピースメーカー、または、ジャッジメント・デーで、ダガンは、 ジムレックス・フォードを演じ、ブラウンはデーブ、スティールはグレンジャー軍曹を演じた。ABC の戦争ドラマ、頭上の敵機の第2、第3シーズンで、準レキラーのエドブリッド少々として出演。NBC のテレビ西部劇、ジェファーソンドラム、ボナンザ、バークレー牧場にゲスト出演。また NBC の、デストレスガンと CBS の、 ハイ5のゼロのパイロット版でそれぞれ元囚人と、長方文を演じた。ダガンは1949年から1987年にかけて、ドンノッツと共演した、秘密兵器リンペットなど、約70本の映画、140以上のテレビ番組に出演した。声のみの仕事もこなしており、1985年に、クリオ賞を受賞したジーバートのテレビ CM。 フレンド・オブ・ザ・ファミリーのナレーションも担当している。1959年、ワーナー・ブラザーズと契約、ABC のバーボン・ストリートに出演し、ニューオーリンズの探偵事務所の所長キャルカル・ホーンを演じた。バーボン・ストリートが1シーズンで打ち切りとなった時、他の2人の探偵は、ワーナー・ブラザーズの別の探偵ドラマに移された。バン・ウィリアムズ演じるケニー・マディソンは、 同じ時間枠の新シリーズ、サーフサイド6にリチャード・ロング・エンジル・レックス・ランドルフは、ロジャース・ミスの後釜として、サンセット77に登場した。1962年、26週の ABC、シットコム、我が家は、一杯で、ペギー・マッケイ、ロニー・ダポ、ミッキー・ルーニーの息子、ティム・ルーニーと共演した。この間、数本のワーナー・ブラザースのテレビ番組に、 ゲスト出演し、チャップマン報告、陽動作戦、テレビドラマのバックドアパイロット、続、連邦警察など数本のワーナーブラザースの映画に出演した。また、ワーナーブラザーズの映画の予告編のナレーションを何度か担当している。1960年代、多くのテレビドラマにゲスト出演した。ジョン・ラッセル主演の ABC、ワーナーブラザースの 連邦保安官の1962年のエピソード、サンデーで恩赦を得ようとする、どしがたい犯罪者役を演じた。1963年、短命に終わった ABC、ワーナーブラザースのテレビ西部劇、ダコタの男にゲスト出演。精神医学を扱った NBC の医療ドラマ、最後のカルテの1963年のエピソード、フォーフィートインザモーニングで、 カール・クインシーを演じ、ジャック・パランス主演の ABC のサーカスドラマ、世界最大のサーカスの1964年のエピソード、ディストレーン・ドンとストップ・ティル・イット・ゲッツ・ゼアに出演。1963年の春休み映画、パーム・スプリングの週末で過保護な警察署長ディクソンを演じ、娘のバニーが医学部の学生事務に会うのを阻止する。 1965年と1966年の2度、デビッド・ジャンセンの逃亡者に出演。1964年の映画、5月の7日間に出演。1967年の映画、電撃不倫とアタック作戦でアメリカが衆国大統領と詐欺師を演じた。ザ・アルフレット・ヒッチコック・アーの1964年のエピソード、ザ・マクレガー・アフェアに出演。 大酒飲みの妻の抹殺を決意をする男を演じるが、やってしまったことを後悔し、妻のための計画と同じ運命をたどる犠牲者となる。また、ABC の戦争ドラマ、頭上の敵機の第二、第3シーズンで、エドブリッド殉賞、少将を演じた。1968年から1970年、対決ランサー牧場という連続ドラマで課長の牧場主、 マードックランサーを演じ、ジェームズ・ステイシーが、マードックの2番目の妻、マリアの息子で、ガンマンのジョニー・マドリッド・ランサーを演じた。その約6年前、ステイシーとダガンは、ジョーン・コール・フィールドと共に、ABC の西部劇、ドラマ、シャイアンの最終回で共演している。ウェイン・モウンダーは、ボストンで教育を受けた長男のスコット・ランサーを演じた。実生活では、モンダーはメイン 番号の近くで育てられた。対決ランサー牧場は51エピソードしか続かなかったが、批評家は脚本と演技が優れていると評した。ポール・ブラインガーは CBS の初期の西部劇、ドラマ、ローハイドで演じたウィッシュボーンと類似した役であるジェリー・ホスキンス役で出演した。1971年、テレビ映画、父の帰る日で課長ジョン・ウォルトンを演じる。 このジョン・ウォルトンからインスパイアされたスピンオフドラマ、我が家は11人ではこの役を、ラルフ・ウェイトが演じた。1973年、ブラックスプロイテーション映画、ブラック・シーザーに亀を出演。1975年、NBC のテレビ映画、アタック・オン・テラー、ザ・ FBIVS、ザ・クー・クラックス・スクランに、FBI のインスペクター・ライダー役で出演。 1976年、テレビミニシリーズ、リッチマン・プアマン、青春の炎と、ワンス・アン・イーグルに出演。1978年、NBC の犯罪ドラマ、ザ・エディ・キャプラ・ミステリーズのエピソード、アンド・ザ・シー・シャル・ギブ、アップ・ハー・デッドに出演。1980年、ABC のテレビ映画、ザ・ロング・デイズ・オブ・サマーに、サム・ウィギンズ役で出演。同年、CBS の、 マッシュのエピソード、ファーザーズ・デイにゲスト出演、マーガレット・ホーリハンの伝説的な父親アルビン、ホーリハン大佐を演じた。ダガンの最後の役の一つは1987年のテレビ電気映画、FBI、アメリカを知りすぎた男で演じた、ドワイト・ D ・アイゼンハワー。アイゼンハワー役はこれより、以前のテレビミニシリーズ、ホワイト・ハウスでも演じていた。また、フーバーの別の電気映画、 ザ・プライベート・ファイルズ・オブ・ジェ・イドガー・フーバーでは、リンドン・ジョンソン大統領を演じた。1987年、新、資料伝説に出演。1954年、彼が、ベティという愛称で呼んだ、ブロードウェイのダンサー、女優のエリザベス・ローグと結婚。彼らには、リチャード、ナンシー、メリッサの3人の子供がいた。1988年5月15日、咽頭眼で死去。 64歳であった。ありがとうございます。